はい、間違えしました。ムツゴロウの縄張りバトルよろしくお願いします。で、多分ですけど、スプラトゥーン2体験版が出たので、まあ遊んでる方もいると思うんですけど、ね、今まで動画しか見てなくて、まだニンテンドースイッチは持ってるけど、買ったことない人は、まあ、きっとやると思うんですよ。でもなんか最初ね、やっぱ敵が強いというか、やっぱ後から始めるとみんな強いじゃん。高ランクな人とか。その人たちには、ボムをこうやってね、投げていくんですよ。お、インクアーマーでキルが取れた。もうとりあえずこうボムをね、投げていくとね、このボムはね、一発で倒せるから、なんか敵見つけたらとりあえず投げるみたいな。ダメ、最初投げるとこね、わかんないと思う、わかんないっていうか難しいよね。ボムもエイムが必要だからなんか、難しいんですけど、まあ、とりあえず、ボム投げてから戦うと、なんか最悪相打ち。危ない最悪相打ちで事故るかなみたいなのがあります。ナイスハイパープレッシャー。上にいるね。来た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 。あー危ない。相手もボム。危ない危ない危ないそう、こうやってボム使って戦ってくるからみんな。とりあえず敵見つけたらボムみたいな。でインクが切れやすくなっちゃうから気をつけましょうっていう。できるだけインクを気にしながらボム投げていくといいと思います。ちょっとね、自分の方がね、高台から投げてる方が強いかなと思ったんで、俺一回戻ったんだけど。お、やった!ラッキー。これ降りなくてもいいな。なんか降りるとやられちゃうから。まあ、いないか。インクアーマー使ってみんな助けてあげよう。まあ、大丈夫そうだろ。うお、あ、ナイス、ありがとう、ありがとう。すごい助かる。いいね、上からもうボム投げてよ。ムツゴロウとか、敵と戦うことが多いステージはね、あー、味方やられちゃったか。このステージはね、ちょっと、デスしやすい、やられやすいから、こう高台からボム投げてるとね、最初の方安定して勝てるかもしれない。結構味方に左右されるかもだけど、あの人倒したいな。ボムラー溜まってんだよな。こっちはいない。一応いるね。ヒッセンがいるな。ヒッセンとか下から攻撃してくるから気をつけなくては。いる。これどこ行った、どこ行った、そっちか。まだ。あ、やった、ラッキー。全然ボムじゃなくてメインで倒しちゃった。ここであと塗り返すだけ。死なないで塗り返すだけだ。もうボム、ボム、ボム、ボム。もうとりあえずボムよ。はい。はいはいはい。あ、待ってもうボムがなかった。でしょ、ボム。このステージ難しいよな。体験版でやんの。ちょっとかわいそう。ナイスです。まあ、こんな感じでいいんじゃないでしょうか。はい、お着けしました。ムツゴロウの逆側だ。さっきとは違う方向だ。これブラボーとアルファチームによってさ、色のチームによってさ、右か左かってのも変わるから、ちょっとやりづらさはあるんだよね。味方みんな元気だな。あ、元気だなインカーマー使ってあげるか。ここで。まあ相手みんなもう高ランクだから。上手い人でもボムはね、やられるから。あ、キル取ってくれてる。ナイス。いないか。あとチャージャーが上ね。チャージャーもね、倒しに行けないからね、普通は。ちょっとボム投げるか。嫌がらせするか。上からね、見られてないのに。オッケー、これボム投げてこう強い。びっくりしたでしょ。絶対びっくりしちゃった今。うお、怖い。あの武器ね、なんか射程長くてずるいんだよ。多分ね、みんな嫌いになる武器だと思う。戦ってて怖いもん。俺もちょっと射線恐怖症っていう、あの線が怖いの。この一発でやられちゃうからさ、怖いんだよあの線。危ね、めっちゃ狙われてます。
ゴム投げるしかないです、これ。つけて、あ、降りてる。え、ハイパープレッシャー使ってる。チャンス、チャンス、チャンス。ラッキー、ラッキー。危ない。怖いじゃん、これ。狙わ、なんか、ボム、今、弾けたのに。降りろよ、今。俺のボムで弾いてたじゃん。ナイス、味方。そのまま倒してくれ。ここにもいるね。やだな。この不毛な戦い、やだな。ナイスキル。ナイス味方。マジで嫌がらせじゃないこれ。これ、あわい、強い。で、本当にこれが強くてね、最初の方はこう、ボムを投げてるだけでもね、なんか、敵倒せるっていう。まあ、俺、塗るの好きなんだけどね、正直塗りたいんですけど。誰かこういうの狙っとかないと。ナイス、強いな。降りてきてるぞ、降りてきたぞ。はい、ボム強い。はい、ボム、全部ボム全部ボム。味方の後ろ塗ってあげよう強いな。あ、下がやばいかも。ちょっとチャージャー見すぎたか。オッケー。この人、あーちょっとなのに、抜かれちゃったー。最後抜かれちゃったー。もうこれ一発なんだよ。強いんだよ。味方強い。ナイス。あ、ナイス。勝った。最後ボム投げとこう。今ね、サブ効率っていうのつけてるから、2個投げるんだよね。ボムが。ギアってのがあって、スプラトゥーンには。まあ、これ知ってる人の方が多いと思うんですけど。サブ効率つけるとね、ボム2個投げれるからおすすめです。はい、ありがとうございました。勝った。ほうほうほう、スメーシーですね。よろしくお願いします。ステージが変わった。ここ広いからな。ここ本当に広いからな。みんなね、もう、あ、てか製品版戻ったんですけど、みんなやっぱランク低い子ちょいちょいいるわ。ちょいちょいランク7とか9とか、まあ、3とかもマッチングするかな。まあ、今縄張りバトル溢れてる。危ない。いつまでだっけ。5月6だっけ。6日まで遊べるんだっけ。あれガチマってできんのかな。おっと、危ねえ、やばい。立った、カタカタカタ、なんか狙われてた。はい、ボムでーす。やれないか。ナイス味方。いいね。今いいコンビネーションだったじゃん。下いるな。インクアンバー使ってあげたいけど。うん、来ないか。上いるね、ずっとね。一旦戻ろう。あ、待って、これ戻れないやつじゃん。怖いな。どうしよう。あ、戻れた、戻れた、戻れた。このステージ回転してるから時々戻れなくなっちゃう。あ、ボム頑張れ。ボムじゃねえ、味方だなんかボム投げすぎて味方のことボムって言ってた。なんだボムって。いいね、飛んできてくれる。ちょっと塗って抜けてないから大丈夫かな。いいね、相手にチャージャーがいる方がボムが刺さるな。来たね、右来るぞ。チャージャーが見てる。おっと、やばい、真ん中取られた。あー、見られてる。危ない、危なかった。本当にチャージャー怖いから。下いるね。ちょっとこれ、あれあれ、今音聞こえた。どこだ、これか。いた、張り付いてる、張り付いてる。いや倒せない、いや倒せない、危ない。今もうちょい早く行ってた方が良かったか。来てるな。いや、いるな。
いいね、ナイス味方。ほい、インカム使いまーす。うわっ、うわあ、はえ、動きが早い。でも勝ったんじゃない、ヒットついてるし。ナイス、アシスト結構多かったな俺。割と裏方、裏方だったな今日は。ありがとうございました。やっぱちょいちょいランク低いのいるよね。